It's like we're in the middle of an earthquake right now. Do you want to go home and make sure everything's okay? Yeah? Well, it's quite a big earthquake here. Dude's going back for his lunch. そして神奈川県では倒れてきたパイプに当たって1人が意識不明の重体となっているほか、1人が住宅の中で転倒し怪我をしました。埼玉県では、さいたま市で8階建てのビルの外壁が崩れ落ちて、バイクで走っていた男性を直撃し、救急車で運ばれたということですが、怪我の程度などは分かっていません。次は栃木県の情報です。栃木県では、これまでに自動車メーカーの工場で天井が崩れて、男性1人が死亡しました。群馬県では、合わせて6人が